70代の男性の遺体が見つかりました。死亡したのはこの家に住む塚越良三さん73歳で、顔や頭に鈍器のようなもので殴られた跡が複数あり、神奈川県警は殺人事件と断定し捜査を始めました。発見した長女の話では、塚越さんは一人暮らしで自宅療養中だったということです。続いてのニュースです。昨夜28日午後10時頃に起こった地震の影響で、 JR 横浜線の架線を支える支柱が倒れ、上下私の足は呪われている。私の人生はこの足に狂わされてきた。じゃねえ。アギラ、お前は女は？え？女？いないいない。本当に売れんのか。いや、アニメとか見ないおじさんには分かんないと思うけどさ、バカが買うんだよ、バカが。キャッチボールしてもらったよね。俺さ、向こうにボール出しちゃってさ。アキラ。今話してるのは誰だ。俺の目の前にいるお前は本物のお前か？おい、文子、文子。どう思う？やめてください、お客さんの前で。
さい頃の私はまるで女王様だった。いつだって私の周りには男が寄ってきた。でもそれが私の足のせいだと気づいたのは母に恋人ができた時だった。成長するにつれて痴漢に遭う数が増えていった。痴漢が決まって私の足だけを触った。いつしか私は人目を避けるようになった。しかし周りに男がいる限りそれは無意味なことだった。足だけが目立つからいけないのだ、そう考えた私は顔や体の整形に給料をつぎ込むようになっていった。そしてお金がなくなるとデリヘルで働いた。でもどれだけ容姿を変えても男たちが目を向けるのはやっぱり足だった。
やってたのよ。外国のワカメがいっぱい入っててお肌がツルツルになるんだって。スミちゃんも使う？ありがとう。はい。塚越は私の足の噂を聞きつけてやってきた男だった。あのすいません、これ多すぎるんですけど。いいんだよいいんだよ姉ちゃん、俺はついに見つけちまったんだ。この足は芸術だ。この足にならいくら払ってもいい。あの触っても大丈夫？俺の金2億全部姉ちゃんにやる。え？だから俺が死ぬまでこの足を貸してくれ。私の足に魅了された男はたまにそんなことを言った。でも塚越は他の男とは違った。これで契約成立だな。明日から毎日ここへ通ってくれ。
あともう少し、もう少しの辛抱で私は新しい人生を手に入れる。アキラ、よく見ろ。この足には柔軟とともに強直があり、緊張の中に繊細があり、運動の中に柔弱がある。この肉付き、しなやかさ、生めかしさ、こんなに美しいものが他にあるか？いやあるわけない！この足をお前の芸術で形にしてみろ。いつもこういうお仕事をされてるんですか？あ、もう下ろしていいですよ。まあ普段は人間なんか作れませんけどね。どうしてですか？単純に人間に興味ないからですよ。興味ないものを作る意味なんかないでしょう。まあそうですね。あの、はい、あ、私の足ってどう思います？どうって？自信あるんですね、自分の足に。いえ、そういうことではなくて。どうでもいいですわ、あんたの足なんか。Thank you.
こんにちは。おお、ふみちゃん、スカちゃんいる？まったく暇な男だな、お前は。他に行くとこねえのか。意地悪言わないでよ。やっぱりいいね、ふみちゃんの足は。おい、お前、息子夫婦来たのか。ああ、そうそうそうだ。あのさ、孫がさ、サッカー始めたらしくてさ。なんだよ、また写真かよ。息子は仕事が忙しくて、なかなかこっちに顔出せないって言うんだ。なあ、お前その写真破り捨てたら、ふみ子の足触らせてやるよ。え？ほら、触れてんだろ。破れよそんなもん。ごめん、つかちゃん。俺、できねえよ。ごめん。おい、なんだい。ごめん。帰んのか。おい。まったくつまんねえ男だ。しかし、あんな写真どっから盗んでくるんだ。一人身のくせに。していいですよ。あの、それっていつできるんですか。まあ、もうちょいで。いいな、野田さんは。好きなものが仕事になるって本当すごいと思います。それってさ、人のこと褒めるふりして自分のこと聞いてほしいやつが言う言葉ですよね。え？すいません。仕事なんかただの死ぬまでの暇つぶしでしょ普通。すいません、お待たせいたしました。こちら3点で2万1000になります。どうします？お願いします。はい、ありがとうございます。ではですね、こちらのフットワークのところにご記入ください。
には家族はもういないんだよ。都合のいい時だけ家族連れすんな。そんな言い方しなくても。初子ちゃん、ちょっとしつこいんじゃない？何あんた、あんたに関係ないでしょ。そんなことないでしょ、俺も一応親戚なんだし。いいから帰れ、二度と来るんな。もうほんと偏屈なんだから。分かった、今日は帰るけど、もう一回ちゃんと考えといてよ。また来るからね。あのね、あつこちゃん、次はいつ来るの？もっと揉めてよ、面白いからさ。うるさいわね。誰この女？政府みたいなことしてるんだよ。死ね。どう？結構まんまだと思うけど。確かに色や形はよく似ている。でしょ？だが全然ダメだ。アキラ、お前の芸術はこんなものなのか？これがフミコの足？わらすでに、この足からは熱も魂も全く感じられん。ちくわだ、ちくわ、空っぽの前、ストロブルだ。すぐに作り直せ。痛いもん。本当に分かった。
当面白いね。うん、もっと飲めって。あの、だね、いいとこ見てみたいな。飲めよ。どうしよう。じゃあ、お母さんも。ビールが気になるな。じゃあ、私が飲むわ。じゃあ、いいんだよ。お前は文子の足のこと全然分かってない。座れ。いいか、今からお前は犬だ。ワンティっていうの。は？はじゃねえよ。ワンティっていうの。あ、よし、よし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 、文子、おい犬、この足にじゃれついてみろ。え、なんで？いいじゃれやれ。犬が口答えするな。そうだよ、そう、没入するんだ。ふみ子の足と一つになるんだよ。没入？うん。よし、そこだ。舐めろ、舐めろ。え、なんでだよ。ふみ子の足の素晴らしさを知るために決まってんだろ。真実を知らずに何が芸術だ。おい犬、舐めろ。やだよ。舐めろ。距離は命令だ。つまんねえプライドなんか捨てろ。あの、いいですよ、私は別に。おい、なんでやめんだよ。ごめんおじさん、やっぱ無理だわ、わかんないわ、すいません。殿、腰抜け野郎。そんなんだから偽物しかできねえんだ、この野郎。金野郎、ダメやろ、ダメやろ、ダメやろ。ああ
たつらしてんだよ。飲めよ。ほら。帰ってくれませんか。邪魔ですから。何してんの。もう。栃木に住んでるんだとよ。